いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供をさせていただいている稲垣です。さて、ちょっと私からスタートになりますが、これまた新作が出てきましたよ、お客様。もうすでにオンラインの方でご紹介が始まっていて、予約注文もいただいたりとか、あと実際にもうご購入されてるだって、されてらっしゃる方もいて、もうやっぱりすごいね。はい、皆さんこまめに見てくださっていて、感謝感謝でございますが、あ、もう触れちゃって今、柔らかい。モーツァルト。はい、モーツァルトですよ。はい。バッグ登場しました。はい、サイズが、2つあります。品番、それから、スペック、細かくお伝えしていきますね。まずは、大きい方から、なんかもう今、真っ先に大きい方から、どんどん数がなくなっていくようなんですけれども、はい、21AW01010 が品番です。あ、間違えました？もう一回？あ、間違えちゃった。はい、改めまして。さあ、それでは今絶対編集しないでしょ。このまま流すでしょ。お客様すみません。申し訳ありません。すみません。改めます。大きい方がこっちでした。21AW01011 が大きい方です。下のここのサイズが28センチ。それから高さになります。20センチ。そしてマチは18センチです。ハンドルの立ち上がりが17センチあって、重さは715グラムになります。で、今、持ってるハンドル状態と、ここに缶がついていて、ストラップがつきます。それこれ共通なので、後でこっちで伸ばしてみますね。こちらが、大きいサイズの方です。28センチの方です。そして、もう一つ、23センチは、21AW01010、こちらでした。23センチ、15センチ、マチが 13.5 センチ、重さは505グラムです。ハンドルの立ち上がりは11センチになります。で、全部、色、この後紹介してもらいますけれども、このストラップがついていて、こうもいくし、これは同じサイズでこっちもいきます。ストラップもこれがいい、すんごいんだよ、ここ。すんごい話が、すんごい出てくるから待っててくださいね。長さが106センチで、100グラムになります。もう全部すんごいでございます。こうどれだけこれで先輩ずらしてるんだ、お前らと怒られてしまいますが。さあ、それでは、早く知りたいですよね。この詳しいお話、詳しいところ小林さんにお任せいたします。では、お願いします。はい、すごいお話お願いします。はい、 ADMJTV 小林です。いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。それではすごい話に進めてさせていただきます。まずお色の説明をさせていただきます。こちら、セメントとダウフィンの配色です。実は私このサイズのバッグのポーレンを愛用してるんですけれども、週末はちょっとおしゃれした時は、ポーレンでポイントをしてますが、とにかくモーツァルトの美しい素材、そしてこの柔らかさにもう惚れて惚れてモーツァルトを集めておりますけれども、実はですね、今回、20AW のシリーズはですね、内側のこれちょっとこれで柔らかいから見せられるかな。この裏地の、はい、まとめをですね、このオリジナルのスカーフ柄でバインダーテープで留めております。あ、びっくり、もう、ね、頭つこじゃった本当。裏地とこの美しいカレッタの配色プラススカーフ柄がね、うん、これちょっとこの作り上見にくいんですけれども、それぞれ違う色で、パイピングしています。はあ、これも欲しくなっちゃったな。もう長め。はい。そしてこちらが、マリーンとかっこいい、ブラックの配色ですね。さあ、内側がお待たせいたしました。ブルー系の裏地です。そして彼らはシャンパンゴールドなんですけれども、こちらでお見せできるかな？シャンパンゴールド見えてますでしょうか？見えてます？この角度で。さあ、ハンドルの裏がシャンパンゴール、はい、そして柔らかいからくねってやっちゃいますけど、このスカーフ柄もブルー系の裏地を使わせていただいています。いい、はい、ここまで、はい、ね、これ本当にスカーフ柄のバインダーテープを作って、もう職人
の一人ずつの面接、面接っていう打ち合わせがもう本当に大変で、大騒ぎだったんですよ。え、これ職人さんのやっぱ作る癖によって、バインダーテープってバイアスに取ったり、あの、こう、まっすぐ。うん。に取ったり。バイアスに取るっていうのは斜めでちょっと伸びるやつですね。そうですね、伸びる。でも、伸びちゃ嫌だっていう人と伸びてほしいっていう、職人さんによって違うことを言い出したんですよ。はあ。だから、このバッグを作る職人さんには伸びるバインダーテープを、このバッグの形には伸びないバインダーテープをって全部分けたんですよ。職人さんごとに。はい、ごとに。はあ、得意な手があるから。うん、同じように見えても、あの、バインダーテープのお作りを変えてるというね。うん、あのそこまで私たちが細かく対応しないとやってもらえないめんどくさい作りなんです。あれですよね。はい、ADMJ のバッグって流れ作業ではなくて、はい、本当に一つのバッグを一人の職人さんが手掛けて作り上げていくから、はい、そういう細かいところへの配慮も必要になってくるってことですよね。あのもうぶっちゃけ言っちゃうと裏地なんて袋を作ってこの口元で縫い合わせれば、内側できるじゃないですか。うんうん、それをわざわざ、表の革と、中の芯と、この裏地を一緒に、このバインダーテープで合わせて、ここでまとめてるんですよ。は、だから、もうすごいね。そうなんです。だから、ここの人と、ここまで一緒に、これ、届いた時に触っていただくとわかるのに、かなりしっかりした。はい。これを一気にまとめ上げてるので、はい、かなり腕のいい人でないとミシン落ちちゃいます。できないんだね。はい、ミシン落ちてあの落ちちゃうから、そうですね、あのそこベロンってなっちゃう、はい。ちょっとシエナの中の色はこれは上がりますね。はい。いやこれちょっとシエナ派のお客様が、はい、行くわな、ね、シエナに分かる気がした今だと思って、はい、このカラメルとシエナ、うん、たまらないですね、はい。そしてこのテープ、先ほど稲垣さんがすんごいって言ってた、はい、これあの。イタリアの、マレット社に ADMJ が別注したこのしなやかなテープなんですけれども、前にもあのご説明したと思うんですけど、このナス管のつながりのシェイプはきちんとレーザーカットをして、はい、この革、モーツァルトを上で叩いて美しい仕上がり。ね、これが、ここでもっさりするのと、うん、これだけスタイリングでするのと、やっぱ斜め掛けした時に可愛く仕上がっているんだと思います。意外に、私たち展示会では、バイヤーからの人気は、この、小さい方だったんですよ、うん。でも実際お客様は、大きい方を、かなり、はい、うん。店頭っていうかそうですね、オフィシャルの消化はこちらの方が。うん、で、これ、前にもお話ししたと思うんですけど、結構ストラップ短め。になっています。あの、オパリ風です。はい。オパリ。あの、ごめんなさい。フランスの皆さん、バカにしてるわけじゃなくて、あの、本当に、オパリでは、こういう。いや。でもね、こんな感じなんですよ。ね、ネット、SNS とかで、はい、そうですよね、写真とかこう、スナップ、スナップ写真見ると、本当にあの、向こうのセレブの人たちとか、こう、高めに斜め掛けしてるの見て、もうこれだと思った。私の知り合い。この辺ですよ、ね。顎にぶつかるっていうのが。そうなんです、はい。でも、やっぱりちょっと生きていくにはこのぐらいがちょうどいいかなと。うん、日本人のスタイリングにはこのぐらい。でもモーツァルトだからね、もうね、どこにあっても。痛くないし、はい、あとあの、あれですよね。多分、脚が上がった方がバッグの重さを感じづらいかも。確かに。そして、このマレッテ社のテープが幅が広くてしなやかなんで、うん、この前店頭でお客様とお会いしたときに、小林さん、今までカウントオンストラップの方がいいと思ってたけど、これ本当に体に優しいわよねって言ってくださったお客様がいらっしゃったんですけど、確かにもう本当に優しいテープで、うん、あの、このマレット社のテープの良さを、もし、あの、気づいたお客様がいらっしゃったら、もう、あ、他のテープがちょっとね、あ、こういうことなのねって分かっていただけると思います。うん、角がないから。そうですね。言い方ちょっと合ってるかどうか分かんないですけど、この、だろう、あ、角はありますよ。でも、角が、その私たちの体に来ないのよ。あの、この、当たんないのよ。厚みなのに、しなやかってことは、細い糸を、この、きめ細やかさと、ゆるさで編んでる、もう絶妙な塩梅、はい、で、今回、
まあ、表と裏で見ると折りが違うんですね、はい、この技術もマレット社ならではなんです。なので、まあ、世界のラグジュアリーブランドがほぼこちらでストラップは作っていると言っても過言ではないので、もうマレット社に行くと展示会なんかに行くともう数々のラグジュアリーブランド のテープが並んでるんですけど、私たちがオーダーするときはもう糸しかないんですよ。へ、糸から選んでいくんですね。うわ、大変。で、糸でこの色とかこの色とこの色を組み合わせてトリコロールにとか、そんなオーダーの仕方なんです。なので、まあ、本当に世界のストラップのシェアをかなり、まあ、ラグジュアリーでは占めてるっていうところのテープなので美しく仕上がっています。永井さん、お色何色ですか？ここにしてください。ブラックマリンでまだここ行く、うん、でも本当ですか？ただね、中の色の見たらさっきちょっとシエナ、そうですよ、稲垣さんリコメンドで同じ色の配色の23センチボストン。そうだね、はい、だからダメだね。またこの色いっちゃったら同じですよ。セメントかな。あ、セメントって言ってんだっけ。そうです、セメント、うんうん、こちらね、これは本当に私も素敵だと思いますね。うん、いいね。いいですね。でも、シエナ、うん、もシエナ。シエナもなんか、ちょっと中の色見た時にはちょっとああいいなと思いましたけど。ADMJ マニアの、シエナ族っていう方たちがいらっしゃって。族がそう。シエナ族の方たちの買い方が早いので、シエナ族、まあ、ソールドアウト作るの早いからね。そうなんですよ。うん、シエナ族の方々に、はい、こちらはお任せします。はい。そして、小さいサイズもございますので、はい、お荷物ね、少ない方はこちらで十分お使いいただけると思います。うん、小林さんの意見をきっと皆様も聞きたいと思います。小林さんだったら、はい、このシリーズだったらどれですか？もう私、こちら。あ、ゼリーだ。はい、うん。そうですね。トートで、私、マリーンを、コンクルージョンを持っているので、はい、で、これでポーレン持ってるんですけど、ポーレン可愛いんですけど、やっぱり、服を選ぶ。でも私、黄色好きじゃないですか。うん、そうそう。そう、黄色好きだから、ポーレン比較的使うんですけれども、やっぱこれ、安定してる、使いやすい色だと思います。うん、でもね、やっぱり、年を重ねていくと、差し色が欲しくなりますね。うん、私、こういうのにチャレンジしてみようかな。なんかちょっと最近ね、黄色にも。黄色で、なんかすっごい綺麗。うん。そう、だからこういう色を私もシエナ族になってみようと思う。ちょっと、もう私たちもそろそろ下旬も超えた時なので、はい。新たな世界へとステージアップいたしますか。はい。それではステージアップするために、はい。チャンネル登録をお願いいたします。すごい、無理くりなお願いです。はい。もうすぐね、本当に、900いきそうな勢いで、はい、もう、このアップする頃にはなってることを祈っておりますが、はい、グッドボタン、もう少し押していただけると本当に嬉しいです。はい、ぜひぜひ、グッドボタンもよろしくお願いいたします。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。